と勘違いする動きが出てくることでしょう。対するが、エイジ、うわ、裏ユリとエイジと、裏クリス。あ、裏ユリ対ルガール。これはもうかなり裏ユリがいける組み合わせ。カイザーベイブ。貢献。固めていく。歌うが、めくって。あ、やはり勘違いしてるか。知らない。コンボを知らない歌う。マイビーレップで固めていく。しっかりコンボ決める。この人がやってるの見たことないですけど、カイザーウェーブ。避ける。はい、避け当たって。まだマックス変化あるよ。発動。とりあえず発動。雷陽剣。レップ剣。おっと、ガーキャンで切り返す。なんだかんだ言ってユリが盛り返してますね。シー投げ。雷陽剣。おっ、身長アッパー入れたか今。今身長アッパー入れたでしょうか。2番がエイジ、エイジ対ルガール。カイザーウェーブどうする。とりあえず避ける。とりあえず避ける。ジャンプシーン、熱風拳、熱風拳追撃して、ジャンプリー。ちょっとイタウに焦りの色が見えている。ちょっとイタウ焦りの色が見えてますよ。まさかこんなにできるとは、とかそんな感じです。あ、ブライアン対エイジ。しかしこのブライアン走ります。気をつけてください、このブライアン走ってます。霞切りよく見てる。ハイパータックル、ハイパータックル固めていく。中段アドバンストブライアンといえばやっぱりこの人イタウなんですが、画面は突っ込む。ハイパータックル、こかして避ける。エンディガーキャンで切り返して、斬鉄派。よく見てる。あ、やり込みを感じた今。ムズムズのジャンプ B の9体育、これが強いっす実は。で最後がウラクリス。このままゲームを勘違いしたままイタウが勝つのか、もしくはエキストラゲージのしっかりやり込み勢が勝つか。お、なんか繋がるのかわかんないけど、入って、あー、やはりこうなってしまう。おー、カメラで空対空。フライヤーハンマー、着実にダメージを取っていく。弱小に出てしまうが止める。アメリカンスーパーノバ、これが外れて命を取り戻し、残り体力残りが6割ぐらい。まあ、裏クリス発動コンボ結構減るんで、ゲージをまずやはりためる直しで突っ込んでいく。イタウが突っ込む。おい、ここでこの切り返して、シンゴキック避ける。ガーキャン足払い、月中残りクロノット、しっかり下へボディで削る。これが始まるということで、一応伏せときましたが、イタウ選手が勝ちましたね。次がロシナンテさんって、あ、デュエル出てた方ですね。対するカクさん、東対東ですね。栃木の方。栃木から、まあ、お互い栃木からいらっしゃったと。おう、なるほど。選ぶキャラが、あ、久しぶりに関東のエキストラを見ます。関東でエキストラ使ってる人が少なすぎて久しぶりに。いや、当然相手はアドバンストなんですけどね。ロシナンテさんはクラウザーが1番。あれ、クラウザー使ってましたっけ。確か記憶だとクラウザーじゃなかった気がするんですが、トマト突っ込む。で、パクさんがキムカッパン。
なあ、ここでダッシュだけ。お、AC 出してる。突っ込む？投げ外しちゃう。お、これは繋がってないけど、結果オーライ。入って、あー、カイザースープレックス力強い。ソバット。テックトマホーク、アユシ。アンリミが届かない。各キャプで追い打ちして、ネリチャギ。ね、はじめあのネリチャギってカイザール SP に勝つの？相打ちぐらい。あー、なるほど、中段を仕掛けつつ回避的な。キムが追い込む。ハッキャン、まあさすがにエキストラでキムカッパン使ってるだけあって、ハッキャンはもう標準装備ですね。キムがまだ生きている。体力は赤いのでマックス消費が打てる状態。ここでめくりがしっかりガーキャしてる。エキストラキム対策ができてる。発脚から漏れてしまった。おっと強パンで止まる。しかし足払いが当たる。地方が表クリスですね。いきなりスクランブルラッシュで突っ込んでいく。ミスタービッグももうすごい希少種なんですかね、全然見ないですけど。ハイホーが当たり、もう技名忘れました。ハイホーでいいや。なんだっけなんだっけ、ブラスターウェーブ。あー、カリフォルニアロマンスは知ってますけど。めくって投げて、めくりを避ける。あー、スライディングが足払いより先に出てね。ロシなんて追い込まれていくが、最後はヤシロ裏。あ、開幕ですげえ対人みたいな当たり方が。ゲージ溜めてディレクション避けて、え、普段対戦してるんですかって感じのなんか対人具合ですけど、大丈夫ですかね。開幕スライディング読んだ後にディレクションを読んでバックした。すごい。ジャンプビー、あー、みんな大好き裏マリ、みんな大好き裏マリ。立ち火当てて、中段発動はガードされて、とりあえずエスカレーション。おー、無敵投げ、しっかりしてる。時間稼いで逃げる。そう、まあこれはエスカレーションまだやってますからね。立ち火発覚、ゲージ溜める。ロシなんてちょっと冷静に立ち回ってますね。裏回り相手に無理しない感じでガーキャンで切り返して足払い。なんだかんだ言ってちょっとヤシロ追いついてきた。足払い体育取ってアッパー前。ここで投げ読みが出ない。エスカレーションでなんとか。バーチカルアロー、ここで決まって格差かかって次行きます。あと